確かこの辺に。ホタルさん、そっちはどうですか？ないわね。そっちはどう？いえ、ココナッツ。あ、さやちゃん。いや違う、誤解だから。それじゃあ青海さんが。はい、今日から選挙終了までお手伝いさせていただくことになりました。これからよろしくお願いします。でも100人以上も候補がいるのに大島先輩に当たるなんて、こんな偶然ってあるんですね。確かにここまで来ると運命感じるな。なんて、そんな。あら、本当に忘れたの？約束したじゃない。そうだ、俺自分からキスするって茜さんに。今するの？まだ心の準備が。いい余裕でした。茜さんじゃないですか。今日はまたどうしたんですか？グリーああ、でも倦怠期っていうのとは違うと思うぞ。どうしてよ。あ、いや、あれってつまり恋人同士が冷めていくってことだろ。俺とリッカってほら、まだ手を繋いだこともないし。はあ、そうなんだ。ああ、だから倦怠期も何も始まってもいないっていうか。富樫勇太。だからなんでお前がそこまで怒るんだよ。構うのはモッフルのお姉さんに生き写しだが。メイを心配するのは当たり前だふん。何すんじゅぐらい、やる気かみ。邪魔だよ。くもー、やめなさい。イスズちゃん、女の子はおしとやかにみ。あなたの女性像など知ったことではないわ。ついてねえ。待って、おやだもごめん。ワンコのくせに。男性なんて植物的な獣としか見ていませんでしたが、欲望より主義の方を優先するあなたのような方もいるんですのね。まあ、ハンコ違う方法で手に入れてやるよ。おい、ま、少し目を離せば。貴様何をしている？佐藤、いるか？申し訳ない、移してしまったんだな、昨日。こうして照れながらも心配して来てくれるし、これは考えを改めて、それはまあ置いといて。お前昨日足をくじいたというのは嘘だったらしいな。なんでそれを。え、信長様。いや、これはだな、仕方のないことで。どうして他の女子の胸を触っているのですか。私を一番愛しているとおっしゃってくださったはずなのに、どうして。これかご先祖様が恐れて。それをお互い尊重っていうか許し合うみたいな感じなのかな。俺も鳴海のことはもう手遅れだと思って諦めてます。あ、おっ、え？
どっちが手遅れか教えてやろうか。まあまあなる、許し合いでしょ、許し合い。ひどいですよ、はじめさん。私のファーストキスを奪っておいて。いや、それいつまで引っ張るんだよ。あれは溺れたお前を。南雲君。なんだ先生。女の子のファーストキスを奪った挙句、二股なんて。もしそうなら許しません。先生は絶対に許しませんよ。お説教です。そこに治りなさい。緑とオレンジと青か。オレンジは秀吉で、青は姫路さん、緑が南かな。水木が青でうちが緑なのか説明してもらえる？え？前に見た時、南の下着が緑だったからって言ったら怒るだろうな。怒らないから正直に言ってみて。前に下着が緑だったから。坂本、窓開けて。はいよ。捨てる気？僕を窓から捨てる気？気が乱れたところに風でももらったか。野村不動、野村、軽薄でナンパでスケベーで粗雑でガサツで垂れ目で締まらん口元で跳ねっ気でおしゃべりでたわけでうつけでバカ者でバカでバカでバカ。私だけやらないというわけにはいくまい。いや別に無理にやんなくてもいいんじゃね。ああ悪かった悪かった、やろうな。私は別にやりたくないんだからな。はいはい。てぇてぇ、一緒にいたら君と子死ぬわ。死ぬ、そんな。なんで切りかかんだよって、占いすげえ当たってる。ならこんなことになる前に自信なくても告っとけばよかったね。愛野くん、檜山さん。そうだね。でもその女とキスしたんだよね。え、はい、死刑ね。今すげえいい流れだったのに。まずはその女、さっきみたいに生き返らないようにズタズタにしてやるわ。うちだっていつもはもう少し胸が大きいんだから。いや、これは嘘。なあ、やっておしまい。しまった、つい本音が。ミュージ、この場をなんとか。浮気許さない。ダメか、向こうは手遅れで、こっちも。可愛がってあげるからね。ちゃんと説明しろ、ユリカ。アイカさんが何だって言うんだ。それは見ろ見ろ、子スーパーでお菓子の特売やってたから仕入れてきたぜ。マッケンジカブトンガーチョコにカブトンガーガム、ポテチ、ドラ焼き、あ？カブトムシ、カブトムシ、私より、カブトムシ、私より、天使！